開けて寝てるんかな、コロボ。コオロギが布団の上におったって。だまこ、ありがとう。まみしばさん、ひでゆきさん、みーしゃさん、ありがとう。のんちゃんさん、くり。え、猫さん、何それ、殻のついたやつ。くり、ありがとうございます。2種類あるのかな、ありがとうございます。よしーパパさん、ただおさん、たかっちさん、わたしんさん、 HK さん、スコールさん、ポップマスターさん、のぶさん、すいません、はあ、じゃあ今日も今日とてきなこの怪我待っております。のぶさん、あめまさん、じょうしたさん、くさやん、ありがとう。今日涼しかった？嘘、めっちゃ暑かったんだけど。あ、夜がかな、涼しくなってきたね。ローマ字のまささん、おてもちゃん、おかきさん、じいさん、なおさん、ありがとうございます。ストリートくん、くりということは今はモンブランの季節ということ。おてもちゃん、おかきさん、じいさん、なおさん、ワンガンボーイさん、昨日は楽しかったって。こちらこそ、昨日。あらなみ、久しぶりの家。そうやね、あ、でも最近一回あったよね、おうち配信が。4日、3日、4日ぐらい前におうち配信やりましたね。りゅうさん、なでこんばんは。130ブルースさん、のんちゃんさん、げんさん、こんばんは。お兄さんさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。カタカナのげんさん、かんちゃん、くり、ありがとう。フェルナンデスさん、え、昨日は配信後にあれはジュースか缶詰かで議論したのよね、で結論はって、え、あれはジュースでしょみんなさ、めっちゃつぶやいてくれとったね、あれについて。昨日の音も、今日ね、音もね、このお家に持ってくるの忘れちゃってさ、家にあるやつだったんだけど、だからね、前に一回飲んだやつだな、今日の音も。がっくんさん、こんばんは。そうです、実家。なおさん、のりたま、ありがとうございます。会いたさ募る月見かな、え、めちゃめちゃ良い俳句作ってくれとる。ひなほえの会いたさ募る月見かな。けんすけ、ありがとう。今日もさ、そんな笑ってもらえたならよかったわ、マンゴーの昨日の玉子。サマーラブさん、ありがとう。ヤマピー、キティダルマ、じゃじゃん。ベクポアさん、あ、本当、関東の方は気温が低かったんだ今日。ユッキーさん、プチ、ありがとうございます。ロッピーさん、こんばんは。よいしょよいしょ。今日は運転手向けの食堂で中、え、なに、トラックが止めれるところのなんかあるのかな。ユッキーさん、ドームさん、ドワーフさん、ありがとう。バンクーバーさん、おひつりさん、マンゴー食べましたよ、もちろん普通にマンゴーだったな。カリタン、カウントありがとうございます。まみしばさん、プチ、ありがとう。イオカンミル、ん、イオカンくるみドーナツ、美味しそう。はたださんの新しいやつかな。お寿司さん、ありがとう。ひなほーさんの家は防災グッズは少なくとも飲み物は大量にある。うん、そうだね。まあでもちょっと癖強めかな。みちゃおさん、大勝さん、ありがとうございます。え、秋って花粉症あるんですか。花、土、いらっしゃい。今日の半端ないと、さくらが唐揚げ製に帰るってどこにあるそれはさくらにしかわからんみたいで、唐揚げ性が見えてるんだって。そうなんよ。白玉さん、こんばんは、ありがとうございます。白い砂のアクアトープの主題歌は歌えるようになってないわ。聞いとるけど、毎回オープニング。ゆいさん、ひろひなさん、ありがとう。はじめさん、こんばんは。おさぴーさん、かわいい、ありがとうございます。香里さん、ルームより、ジャンさん、カウントありがとう。
とりあえず昨日のマンゴー勘違いいや、あれは勘違いではなく普通に飲み物です。あれはえ、お寿司さんおめでとう。お誕生日だった。お寿司さん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアお寿司大好きさん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう寿司さん、今日お誕生日なんだ。いつもありがとうございます。ケーキ食べた？今日は。メイツさん、カウントありがとう。たいしくんさん、こんばんは。イオ弁ですかね、出てますか？イオ弁、確かにほのぴよく使ってるかも。トキキさん、かげちゃん、こんばんは、ありがとうございます。35分、あ、オッケーオッケー、ありがとう。昼前から雨？明日雨降るんですか？ありがとうございます。コロボ、雨降るんだ。りゅうせいさん、こんばんは、ありがとうございます。てるてるさん、ぬくもりさん、ありがとうございます。みごまちさん、ありがとうございます。のいちさん、こんばんは、ありがとう。キティだるま、これいただいたんだよ。そうなんよ、だるまに使って言うていただきました。おお、おおきいさん、昨日配信中に注文してくれたやつが、え、嘘？本当に届いた？え、もう早くない？本当。まあでもね、そのダラッとしたやつは今回全国でね発売してもらってたからね。そっかそっか。栗のスイーツ、そうだね。え、モンブラン以外に何がある？栗のスイーツって。あ、タルトか、栗タルトの。畑田さんの。栗タルト美味しいよな。兄さんさん、こんばんは、ありがとうございます。寒っ、19度、埼玉。ほんと。おひつりさん、バラありがとうございます。あっちいけリンスさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、秋の花粉症。稲から花粉飛んでんだ。わあ、大変だ。そう、フジモンさん、セミありがとう、早い。かつみさん、こんばんは。アニージャーさん、いらっしゃい。グッチハート、ありがとうございます。あー、いね、そうなんや。あ、そっか、春とか秋とか季節によって反応する人も違うよね。キュインさん、こんばんは、ありがとうございます。パラリンの小さなボールのようなのを投げるボッチャ、え、初めて聞いた。見てみたいな、その種目。想像があまりできないの。あ、白い砂のアクアトープかな。あ、本当。私もまだ最新話かな、ワンマン見れてないんやけど、見てます。面白いよね。あと、あのさくらにおすすめしてもらった過激少女っていうやつ、あれもめっちゃ面白くて、今めっちゃ絶賛見てて、もう最新話くらいしか残ってないな。まあ、一気に見ちゃった。めっちゃ面白い。あの歌劇団のお話なんやけど、めっちゃめっちゃ面白いです。感動もした。キュインさん、こんばんは、ありがとう。ようちゃん、いらっしゃい。あきらさん、こんばんは、ありがとうございます。レスターさんかな。レスターさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、おめでとうございます。お寿司さん、キンニャンさん、ありがとう、嬉しい。キンニャンさん、ローマ字のカズさん、こんばんは。デカちゃん、いらっしゃい。クセヤン、センミー、ありがとうございます。夜の方が涼しいから在宅仕事夜型。あ、そうなんや。夜に、え、めっちゃでも夜遅くまでなってしまうよね、それ。まあ、夜涼しいもんね。隊長、レインボースターありがとう、すごい。ユッキーさん、セミありがとうございます。ケンスケ、セミありがとう。久々にずっと無観客だったスタジオに
ファンが目の前にいる光景ってどうだったかな。あ、やっぱこれだなって思いましたかね。なんかなんだろう、そのやっぱライブ、有観客でのライブが久々すぎて、そう、始まる前がねすごいなんかちょっとね怖さもあったんだよね。なんかどんな感じだろうって、声も出せないし、みんな今回ちょっと不安というか結構ねあって、もう今までにないくらい緊張しちゃって、でもやっぱ出たらね、あのそのステージに立ってみてみんなの顔を見たら緊張しなかったね。すごい嬉しかった、感動したというか、その光景に感動したかな。だからライブ自体はすごい楽しくできて本当に良きツアーでしたね。サカピーさん、こんばんは、ありがとうございます。そうだね、9月だから新学期を迎えた学生さんが多いですよね。なんか最近の高校生さんとかはなんか31まで休みがなくて22とかから始まるなんか高校生さんいるよね。結構猫さん、プチありがとう。おお、ひろくお大事に、2回目ワクチンお疲れ様。そっか、ユッキーさん、みなちゃんさん、お疲れ様です、ありがとうございます。波乗り親父さんもありがとう。ローマ字のマサさん、ハート。おひつりさんもハート。あ、そっか、ハートだけないんだ、ありがとう。クリリンの、クリリンのことか。栗きんとん、あ、美味しいよね栗きんとん。ヤマピー、プチありがとうございます。タオル美術館のキティ店でひなおちゃんナレーションやってて、あ、タオル美術館のやった件、え、ぴったりじゃん。じゃあありがとうございます。キティ店やっとった時のキティちゃんか、これ。ありがとう、かわいい。ヤマピーが言ってくれてる。デカちゃん、栗ありがとうございます。マロングラッセ食べたことあるかな私。どんなやつ、マロングラッセって。タツノクラさん、こんばんは、ありがとう。ひろく今日はニートティーですそうなの。しんいちカウントありがとうございます。お、マロンさやかさんありがとう。ゆうじさん、こんばんは。あ、ほんとだね、コロボ。赤いたすきに姉さんかぶりよ。私8歳の久留米のひばたおりでございますもんの。私合歳ひばたおりおります。とっさいの村の赤い衆が来て、嫁に欲しか嫁に欲しかち言いますもんの。苦手。9月になったからね。マイカグラさん、ドナルドさん、セミありがとうございます。あ、ぬくもりさん見てるの、過激少女面白いよね。あ、あの元アイドル推し、あ、あのオタクさんですねえ、待って、オタクさんじゃなくて。エイジさん、セミありがとうございます。ダマコ、セミありがとう。ケンジ、花束ありがとう。花束しまっちゃった、あるある、ありがとうございます。虹色さん、だるまレンジャーありがとう。ありがとう、だるまレンジャー。あ、ちょ、まだね、そのナスソードの配信日はもうちょっと後になりそうなんやけど、でも9月中にはできると思うので、あのこないだ野菜収穫行った時の配信だよね。そうそうそう。カリタン、西尾ありがとう。カペさん、アントワーヌさんありがとう。おーおーおお、早っ、秀幸さん今日初振り、ありがとうございます。グエコー、あった、グエコー、ありがとう。低めのグエコ、ファンファン。あなたを思いかいな、
あなたの恋は今、そういや聞こえはいいか。ありがとう。死神坊ちゃんと黒メイド見よるよね。花江夏樹さんですよね、主人公の声優さんが。私あれ漫画もね、あのめっちゃ前に見よって、すごいアニメも面白いね。ケンジセミありがとうございます。やっぱアリスがとても私に刺さりますね、可愛い。ペガサスさん、フジモンさんありがとうございます、ありがとうワンガンさん、セミありがとうございます。そうですね、こんな中刺していただきて本当にありがとうございます。グッチフル、ありがとう。グッチありがとうございます。ヨちゃん、カウントありがとう。え、そうなんだ、やっぱり。え、行きたいな。白い砂のアクアトープ聖地巡礼できるのか、ほんと。ありがとう、サカピーさん、すごい楽しかったライブ。あ、あやかさん、お疲れ様です。今日も来てくださってる、あやかさん。もみしばさん、セミありがとうございますそんな、ありがとう。ライブはある意味マスクに助けられたよって、壊れた蛇口みたいに泣いてたって、めっちゃ泣いてくれて。私も今回のツアー何回も危ない時あったけど、その泣きそうで、けどやっぱりファイナルには泣いちゃったけど、他はねこらえれました。ワンガンさん、おお、すごい栗、ありがとうございます。殻付きのやつ。あ、大きいさん見てくれたんや、私の言ってたページ、ダラッとしたやつ。そうそうそう、服装もバラバラだし、みんなゆっくり、なんか本当におうちパーティーみたいな感じで良くないですか。幼馴染の設定で、おお、呼び名幼馴染ダマコ、なんかいいね、響きが。幼馴染のダマコ。伊豆キュンさん、クリありがとうございます。野菜炒めさん、こんばんは、ありがとうございます。ゴロッとなしっていう飲み物かな、え、あ、ゼリーか、食べてみたい。のぶさん、フルありがとう。見上げたあの夜空に浮かぶ星たち、ふと君の声が、あの頃輝いてたかな。ありがとう、オーケストラ。じゅん、ん？ジャンさんか、ジャンさん、クリありがとうございます。すごい、ケンスケかわいい、ありがとう。ありがとう、ケンジ、今日はクロティになりました、ありがとう。おさっぴーさん、うま。ドームさん、早い、フルとカウント、ありがとうございます。そうです、オカムさん、おうちです。イサムさん、こんばんは、ありがとうございます。ユキさん、カウントありがとうございます。史上最高に笑ったネタ T シャツ、いや、なんか春が着とるやつっていつも面白いよな、 T シャツ。なんだっけな、もういろいろあるけど、あ、緊張るの T シャツで、緊張するに変わっとってめっちゃ面白かった。ひばたおり職に合ってると思う、本当にすごくない？それありがとう、コラボ。あ、砂糖漬けにしたやつ、あ、聞いたことあるかも。ゆきさん、そのままってことかな、クリーム。まさるさんだよさん、カラスコさん、ありがとう。ゆうななさん、カウントありがとうございます、来てくださって。アニジャさん、だるまレンジャー、ありがとう。フェルナンデスさん、レインボースター、ありがとうございます。ひなちゃん、 Windows 11 の発売に興味ある。
Windows 11発売されるんですか。すご、そうなんだ。すごいな、興味。そうやね、 Windows のなんか、今は MacBook なんやけど、 MacBook にも Windows が入れれるんよね。それはすごい考えてる。 Windows の方がやれることが多くて、ちょっとやりたいことが、やれることが多いんだよな、 Windows の方。アニジャさん、コバありがとうございます。あー、ショートカットの子ね。はいはい、アイちゃんじゃないですか、多分。ぬくもりさん、アイちゃん、そう、かわいいよね、アイちゃん。いや、アイちゃんのあの幼少期かわいい。ひでゆきさん、音符ありがとう。そうよ、だまこ、後ろのクマはあの二人おりました、いつも。あの、多分隠してたというか、下に置いてて、こう、出すのが一匹だったからかな。三等賞さん、ありがとうございます。ピルクルも、おー、フル、ありがとう、今日も。こんばんは。ローマ字のマシさん、ハート、ありがとう。そうだ、ハートのさ、なんか春がさ、前急になんか LINE に送ってきたんだけどさ、ハートのやり方がいっぱいあるみたいで、なんかこんな感じの、なんだっけな、なんかもうすごいハートが何十種類もあるみたいで、それをなんか送ってきてくれて、覚えたんよな、それを。なんか可愛いおしゃれなハートもあったんですよ。おひつりさん、プチ、ありがとうございます。ひなほは TK、 ひなほは何そんな点入ってるの。 TKG は卵プラス何か入れますか。あー、いや、卵プラス、あの醤油を入れて、ちょっとだけめんつゆを入れて食べる時が多いかも。ちょっと濃い系が好きなんよな。おすすめの少年漫画、少年漫画か、だまこ。どこからが少年かわからん。私、少年見てるのか、あれは少年なのか。いや、最近ね、漫画、あ、そうや、早々のフリーレンが面白かったわ。今も続いてるけど、5巻かな、まだ出てるの。面白い。あれ多分少年だと思うんだけど、少年じゃないのかな、青年か。早々のフリーレンって面白いぞ。大将さん、フル、ありがとうございます。ありがとう、大将さん。後輩がパンクロックを口ずさんでいるのを見てにやけてしまった。え、嬉しい。お仕事行ってらっしゃい。本当ですか。北のマー君、カウントありがとうございます。ケンスケ、フル、ありがとうございます。ありがとう。プロはジャン力を上げるためにどういうことをやるものなのって。やっぱりね、あのジャン力を上げようと思ったら、その打ち込むのも大切なんだけど、打つ方もどん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 、こうプロの方と打つ機会もまあ増えてくるし、そうプロの方と同士で打つと、やっぱりものすごいジャン力は向上するなと思いますね。プロになるまでが基礎をいっぱいいっぱい固めて勉強してっていう感じ でプロになってからそれを慣れさせて、いろんな方と対局させてもらって経験してっていう感じでかなと思います。銀杏さん、こんばんは、ありがとうございます。サカピーさん、フル、ありがとう。ありがとう、サカピーさん。ひなおちゃん、学生の時夏休みの宿題を先にやるタイプ、ギリギリタイプ。大きい課題というか、自由研究とかそういうのは結構後になっちゃって、ドリルとかああいうのは早かったかな。あ、割と早いですね。もらった時に始めますけど、他が遅い、その残っちゃう。かんちゃん、フル、ありがとう。かんちゃん、てっちゃん、こんばんは。
日曜日帰り徳島の吉野家で牛丼特盛りの。お、日曜日帰り徳島の。徳島にいるってこと？あ、そういうことね。その日ね。良きね。え、ガマガマ水族館って本当にあるんですか？え、嘘、めっちゃ行きたいんだけど。ひでゆきさん、こいぽんさん、音符ありがとう。たけぱぱさんも、おきなくりありがとうございます。おうち配信ですっかり安心した感じでいいねって言ってくれてる。確かに、今日はきなこもいるしね。くさやん、ふる。ありがとう、くさやん。みんな栗のこと言うから、今日の夜食にコンビニ行って栗買ってこようかなって。モンブランみたいなってこと？あたしもそうしようかな。新一フロー、ありがとうございます。ありがとう新一。おひつりさん、だるまあり、だるまありがとうございます。でね、山下さん、きみっこさん、こんばんは。たくさんフロー、ありがとうございます。今日健康診断で胃カメラ飲んだせいか調子悪いので。胃カメラ、おお、大事によしんこ。おー、胃カメラ大変やね。え、それってさ、こう胃カメラをさ飲むときに無理やりこう入っていくやんか。その間うーんってなったときはどうしたらいいの？なってもそのえ、もう大事にもう想像ができんわ。めっちゃ幼馴染じゃん、たまこ。名前も幼なじみのダマコになってる。あ、ローマ字のカズさん、もう一人のローマ字のカズさん、ありがとうございます。 ZU の方、カズさん。まさみうらさん、ありがとうございます。今日も、あ、2回目打ってきたんですね、お疲れ様。そっか。おー、リキさん偉い。押し入れの整理お疲れ様。どこで手に入れてるんだろう。あ、一回でも春と面白いあの T シャツ屋さんというかお土産屋さんによくあるじゃん。道後にあるよ、愛媛も。道後にね、面白い T シャツばっかり売ってるところがあって、そこで買いました、私も。あ、これもそう、ニート T シャツね。緊張する T いいよね。え、そうなの、猫さん。すごい、いっぱい買ってくれるやん、猫さん。その後緊張する T シャツ買いましたって。読めてないかな、私、小石さんのセミ。もう一回言うと、ありがとうございます。ぬくもりさん言ってくれてる。え、きなこどこにいるんだろう。多分あっち、リビングというか向こうの方かな。まみしばさん、フル、ありがとうございます。ありがとう。ひなおちゃんにとって一番思い出の詰まった曲って誰の曲？一番は決められないです。その時々によって思い出がいっぱいあるから。今パッと思い浮かんだのは、竹山4人でよく聴いてたあのウルフルズさんの万歳。あれさ、サビしかわからんのよ、みんな。だからあの A メロ B メロはこんな感じで乗るんだけど、もうサビになった瞬間みんなでバンザーイって言って歌って、めっちゃこう遠征の中、車の中とか、夏花火しに行った時とかもずっと歌ってたし、最近はそれかな。えなさん、えなルームのえなさん、来てくださってありがとうございます。あ、またフルしてくださってありがとうございます。今日もありがとうございます。おすすめの民謡か。おすすめの民謡聞いててなんかいいってなるやつがいいんやけど、パッと思い浮かばんな。しかと誓う。
矢島さんさです。あー消えかけなんだけれども、村 P さんフルありがとうございます。村 P さん、ゆういちさんもフルありがとう。ゆういちさん、ゆっきーさんもフルありがとう。今を生きる自分自身に胸を張って頑張ったって言えるように生きていたいさ、今を始めよう。ありがとう。ケンスケも花束いただいてありがとうございます。猫さん、あ、待って、どこに行った、あったあったあった、猫に小判ありがとうございます。ひろし、あ、間違った、ひろしさんいらっしゃい、カタカナのひろしさんありがとう。ひろさんもカウントとフルありがとうございます。おー、ダマコフリーレン見てた、僕も前回持ってるわって。フリーレン、あれ少年かな。ペガサさん、レインボースターありがとう。トラケルさん、プチありがとうございます。 YouTube のミックスリストに竹山と米津玄師さんがおお、どんなありがとうございます、嬉しい。米津玄師さん好きなんだ、すごいいいよ、いいよね。 MM さん、こんばんは。おかきさん、それはあるんだな、よいしょ。はい、アイス、アイスありがとうございます。おかきさん、こいぽんさんフルありがとう。今日もこいぽんさん、お、マスさんもフリーレン好き、フリーレンが可愛いよな。リオさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、あばら、あばらよしんこ、ほんと、あばら気がしてるか。お寿司さん、一周ありがとうございます。フリーレンはあの戦士の子が個人的に好き、ひなほは弟子の女の子が好き、あー弟子の女の子好きです。いやでもフリーレンめっちゃ好きです。私はなんか女の子で強い子がめっちゃ好きなよね、私昔から。だからフリーレン結構好き、めっちゃ強いし。おひつりさん、セミありがとうございます。めんつゆ美味しいよ結構。あ、かつお節いいね。浜辺美波さんのモノマネ難しいよそれは。本当に？浜辺美波です。いや、あの美しさは出せん。ドナルドさんフル。ありがとうドナルドさん。今年かき氷食べてないドナルドに、あ、およしんこよしんこ、私も食べてないですよ、かき氷。確かに食べてない、よしんこ。ひろしさん、こんばんは。けんじ、大勝さんフルありがとうございます。廊下に響く靴の音、突然かき消す夕立ち、ありがとう。麻雀にしても歌にしても積み上げるのは同じで大変そうだね。やることが山のようにあります。あ、本当ですか、かっこいいね。カメラちゃんと学び直そうかとって言ってる。マイカグラさんありがとうございます。そうだね、ケンスケ、そうそう、周りのね、いてくれてる環境も大きいと思います。和弘アトマークさん、こんばんは、ありがとう。おー、坂美さん一緒ですね。夏休みの宿題、めんどいものは後回し。そうなんですよ。ケンジお弁当箱、ありがとう。てるてるさん、フル、ありがとうございます。おさぴさん、レインボースターありがとう。ピルクル、おー、クリー、ありがとうございます。ひなおちゃん、おすすめのエゴイストさんの曲。うん、エゴイストさんの曲かけるってなった時に一番最初にかけるのはこの世界で見つけたものっていう曲ですかね。すごくいいです、イントロもいいし。
カノーさん、奥様もいつもフルありがとうございます。気づいたら郵便受けにだらっとしたポーズカタログ、素晴らしい、ありがとう。ゆっくりたっぷり見てください。ひらがなのひろしさん、カウントありがとうございます。エイジさん、フルありがとう。空を飛び越えて僕を迎えに来たよ、3000光年の遥か向こう、スターダスオーバーフロー。ありがとう。ひろひなさん、フルありがとうございます。顔の肌ツヤ、いや顔の肌ツヤはいつもいいんです。私すごくオイリー肌なの。ありがとう。常にオイリーなので逆に悩んでて、テカリを抑えてます、いつも。ありがとうございます。虹色さん、フルありがとう。虹色さん、早々のフリーレの6巻はいつ出るんだろうか。最近でも5巻出たばっかじゃない？だからまだ先やろね。おーってなったら泣くのみ。やだ、麻酔を飲む。何、麻酔を飲むって、飲めるの麻酔って。そうなの？へえ、ダマコもしたんだ。みんな人生の先輩だ。大腸検査痛い。いや何するも痛いやろうけど。あ、そうなの？え、でもなんか痛いというより息が大変そうよね、胃カメラとかって。なんかいるって感覚よね。おひつりさん、小判ありがとうございます。ありがとう。テレレレレ、あ、そうなんだ。あ、そういうこと。麻酔した時にあれか、局部麻酔とかじゃないから意識がなくなっちゃうのかな。そうなんだ。あ、コロボおやすみなさい。もう11時、めっちゃ遅れてる、すみません。おやすみ。こえぽんさん、だるまレンジャーありがとうございます。のりたま毎年、へえ、大変すぎる。本当ですか。え、今年もじゃあ飲んだの、のりたま。こえぽんさん、こばんありがとうございます。あ、本当よかった、セミ読めてた。甘栗&コーヒー、あ、いいよね。あ、でも合わせて飲んだ、食べて飲んだことないかもな。めっちゃ合いそうだな。和弘アットマークさん、フル今日もありがとうございます。あー、いってらっしゃい。おやすみなさい。明日早いのね。ひらがなのカズさん、こんばんは、ありがとう。クラッシャーのぶさん、こんばんは、ありがとうございます。おさっぴーさんもフル。ありがとう、さっぴーさん。お知らせ来てたアプリの不具合が残ってて、表示が変で落ち着かないのよって言ってる。あれ、今不具合出てるんですか、アプリ。え、どんな不具合だ。パプマスターさん、やっくん。ありがとうございます。君の笑顔が好きだよ。よき、ありがとうございます。おかむさん、ほぼ2週とカウント、ありがとう。ずっと Windows ですけど MacBook 欲しす。私逆だ、 Windows 使ってて MacBook になりました。ん？そっか、一緒か、一緒なんだ流れは。ずっと Windows ですけど Mac… あ、一緒かね。私 MacBook だけど Windows も欲しい、今は。もうね、ないんだよな、めっちゃ昔だから。あきえもんさん、ふるありがとうございます。光る流れ星に届け、きっと毎日が
色がなさすぎるから塗るかな、リップを。最近推しの子って漫画、聞いたことないぞ。推しの子って何？めっちゃなんか気になるんだけど、その題名。お、みやさん、はじめまして、初見さん、ひらがなのみやさん、ありがとうございます。ん、ようちゃんフルありがとうございます。ダジャレの日らしい、ダジャレを一つ、なんだっけな、ダジャレ、全然思い浮かばんねえけど、なんかないかな、布団が吹っ飛んだしか思い浮かばんな。生まれてこの方、こうダジャレを言う機会がないからな。カタカナのカズさん、ありがとう。タマコにローマ字のマサさん、リュウさん、フルありがとうございます。民謡聞くと秒で嫁に欲しかって、ノーネーサイズ、あれはあのクルメのそろばん踊りと言います、あの民謡ね。そうなんですよ、アントワーヌさん、フルありがとうございます。あら、ノラタンさん、ありがとうございます、カウントまで。ヘルナンデスさんもフルありがとうございます。ねえねえチーズ、ぼねえチーズ、僕バイキンマンいじめすぎて BPO に通報されないかな。だって BPO ってなんだ？ BPO ってなんですか？どこまで行ったっけな。変身願望はないけど、なんか杖とかでなんか出せるようになりたい。ゆうとさんこんばんは、ひらがなの86さんこんばんは、ありがとうございます。バリンチュさん、カウントありがとうございます。おー、マサさんもいらっしゃい。リプトンのルイボスティ、え、私もめっちゃ今日の音も似てますよ、マサさん、陽気。トモティーナ行こうかね、そろそろ。プチ、刀剣太郎くん、ありがとうございます。あ、そうなの、それはお母様のところに行ってらっしゃいです。いつでもやってるので待ってます、太郎くん。ん、嘘、本当だ、まこ。それカラオケにあったかな、この世界で見つけたもの。私もめっちゃ好きなんよね、車で聞いてくれとったん。きなこティーもあるよ。え、太鼓の熊いただ、ちょっと待ってよ、また読ませてもらうね。リラクマさん、おはよう。ありがとうございます。そんなにテカって見えない、よかった。野口かのさんよね、今日も来てくださってありがとうございます。こんばんは、配信者さんなんですよね。あ、ジョージ原さん、楽しかったです、こちらこそ。ツアーお疲れ様って言ってくれてる。あ、そうだ、鬼滅の2期始まるよね。え、今年中だっけ、鬼滅の2期。ジュルルルン、今日はブルーのグエコです。そうです、竹パパさん、ほぼフル。ありがとうございます、カウントと。まさひろさん、おかえり、ひらがなの。フィジタンさん、マンボウさん、いらっしゃい。のりたーまフル、ありがとう。今日も今日とて、そのリクエスト。ごめんね、買いたいから、さよなら
涙が染みるから下を向いて歩いていたのに、君が笑いかけるからこんなに痛いなら。ありがとう。おひつりさんもありがとうございます。あなたの両目をくり抜いて私のポケに入れたなら、あなたの最後の記憶は私であるはずよね。ありがとう。合ってるよな。iPad あるよ。使い心地ですか、だまこ。iPad。てか今 iPad。iPad 良いよ。大きいしね。やれる。なんか Wi-Fi つなげたらね、いろいろ。もう本当に携帯じゃなくていけね。家の中で。良いよ。iPhone 持ってたら絶対 iPad の方がいいよな。あ、小太郎さん、辰野倉さん、ありがとうございます。パンクロック民謡バージョン。アナーキーインザ学校、アナーキーインザ電車、ヘッドホンのボリューム少しだけドキドキしながら、ちょっとずつ上げてみたよ。割といいかも。イナッチさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、推しの子は死んだと思ってたら自分が推してたアイドルの子供に生まれ変わった。それ漫画であるよね。私漫画読んだぞ、それ。なんか無料の部分だけ、全部は読めてないけど。え、それ漫画で有名になったやつじゃない？え、アニメもあるってこと？え、漫画か。漫画ですよね、多分。バンカバーさん、ワンガンボーイさん、フォロー、ありがとうございます。へえ、ありがとう、バンクバーさん。今日で初訪問から1年、ありがとうございます。すごい、いつもありがとう。だから少しくらいわがまま許してよなんて言わないけど、わかってほしいの。ありがとう。おー、ワンガンさんの降るウェイトだよね。25度ぐらいが続くみたい。暑いね。え、でもそんなに暑くないのか、25度って。マレーさん、こんばんは。浅はかなヒーローさん、こんばんは。カウントありがとう。ソ連のヒゲ剃りはソ連なんか面白いな、それ。いいね、ソ連のヒゲ剃りはソ連。公共広告機構か、 BPO。 難しかった。フィジタンさん、カウントありがとうございます。ハラメタルフル、ありがとうございます。もしもあなたと会えずにいたら、私は何をしてたでしょうか。平凡だけど。ありがとう。おー、いってらっしゃい、てっちゃん。2週。今の映画だよね、かぐや様。いいな、見たい見たい。カズさん、セミありがとう、ひらがなの。カズさん、マサさんもプチありがとう。お仕事お疲れ様。明日も頑張ってね、よしんかーん。
シュウケイさん、こんばんは。ありがとうございます。カタカナのミッキーさん。銀色パンダさん、こんばんは。ありがとうございます。シュウケイさん、セミありがとうございます。アナキ。86さんある。あ、そっか、 URL 載せれてないもんね。アベマの方で1週間見れるようになってる。ガンさん、こんばんは。ありがとうございます。シャラクさん、こんばんは。ありがとう。そしたらちょっとお供タイム行きまして、あ、先にギフト読ませてもらおうと。ペガサスさん、ダルマリンジャー、ありがとう。コエポンさんに、ひでゆきさん、音符。リュウさん、クリ。ニジロさん、かわいい、ありがとう。オサピーさん、花束。ありがとうございます。タロウくん、クリ。ありがとう。あ、クマもいただいてた。ありがとう、タロウくん。ドドン、ありがとうございます。嬉しい。ここに座って、あ、君は座れないのか。あ、座れなかった。ちょっと寝かしといて。コエポンさん、ヒロヒナさん、クリ。ジョージハラさん、レインボースター、ありがとう。ヤックン、花束、ありがとう。太郎くん、めちゃめちゃに、ダルマレンジャー、ありがとうございます。ヨウちゃん、ありがとうに、かわいい。おひつりさん、レインボースター、ありがとう。おさぴさ、クリ。ローマ字のマスさん、ハート、ありがとう。ワンガンさんに、のりたま、クリ、ありがとうね。ありがとう。ペガサスさん、ダルマレンジャー、ありがとうございます。よし、今日のお供なんですけれども、あ、ちょっと色ついてきたかな。あの、私の桜がプレゼントで、私の誕生日の時にこのルイボスローズっていう飲み物をくれたんだけど、これがあとちょっとだけ残っとって、これをちょっと今日お供持ってくるの忘れちゃって。さくらのめっちゃ入っとったんよ、これもらったのは。このルイボスローズってやつ美味しいのよ。これを飲みたいと思います。ほんでさ、ちょっとね、新しいことしたいと思ってさ、あのお茶っぱあるじゃない、これをさ、あのお湯じゃなくて水でいけるかと思って、冷たいやつ飲みたかったから。そしたらさ、全然溶けん溶けんというか、お湯じゃないとやっぱ色が全然つかんくて、でもずっとつけてたら色いい感じになりました。やっぱ水じゃダメなんだと思って、さっきまで全然真っ白だった、お水で。ではお供ある方、あ、今日はリュウイーストコップです。オールグリーン、ソーズがあります。ではお供ある方、一緒に乾杯。うん、おいしい、めっちゃおいしい。冷たいの初めて飲んだ。確かに後味がね、めっちゃローズで美味しいよこれ。あの、私今家のお茶もね、ルイボスティーなんですよ。あの、家庭がめちゃめちゃルイボスティー好きで、母が好きで、めちゃめちゃね、毎回ルイボスティーなんやけど、それとね、ローズがね、合わさってね、めっちゃね、美味しいこれ。うん、めっちゃいい味出てるわこれ。よかった、後味がね、美味しいんだよな。ありがとう、さくら。さくらはね、これの他にもね、なんか毛がおるぞ、鼻に。さくら、これの他にもね、あの金木犀の
あのバスミルクをもらっとって、それがねすんごいいい匂いなんですよ。なたまたまハルポンも持ってて、めっちゃいいよねってなったんよね。おすすめです。金木犀のバスミルクもらって、一緒にこれと美味しかった。香りローズ、そうそうそう。鼻の毛、鼻毛、いやいや鼻毛長すぎでしょきなこの毛です。きなこの毛がこんな感じでついちゃった今。海道線五郎さん、こんばんは、ありがとうございます。よし、では28分。いや日に日に1時間が早く感じるね、ほんまに。あ、先にじゃあランキング読みしてきなこ召喚したいと思いますね。じゃあ今日これにしよう。乙女モードにしたいと思います。今日は、今日も壇上ありがとうみんな。ラララララルルル、おはようってほら。13位、竹パパさん、ありがとうございます。なんか持っとこ、今日お家だから。あ、なんかポインターみたいになるって、これにしよう。ありがとう。12位、あ、ごめん、ちょっと待って、止まってたね、一瞬止まったね、ごめんごめん。充電がもうないよってお知らせがありました。充電充電、すみません、ありがとうございます。そして11位、のりたま、ありがとうございます。今日もありがとう。10位、ピルクル、ありが、あ、10じゃん、これでちょうど10位、ありがとうございます。くるくる。9位、伊豆きゅんさん、ありがとうございます。今日も壇上ありがとう。8位、ローマ字のマサさん、ありがとうございます。今日も壇上ありがとう。ラッキーセブン、やっくん、ありがとう。今日もありがとうございます、たくさん。明日はいい日になるぞい。6位、刀剣太郎くん、ありがとうございます。もうありがとう、いつもお疲れ様です。5位、おさぴーさん、ありがとうございます。おさぴーさん、今日も壇上ありがとう。そして4位、ワンガンボーイさん、ありがとう。4位、今日もたくさんありがとうございます。壇上ありがとう。そしてじゃあ3位はなんか変えようかな。3位、あぼん、おひつりさん、ありがとう。そして2位はあぼん、君はペガサスさん、ありがとうございます。そして第1位、あぼん、こえぽんさん、ありがとうございます、ありがとうありがとう。1位、すごい、今日もありがとうございます。2191名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。もうあるあるアイテムもう全部出し切って、ほんまに。あ、でもこんなやつもある、いろいろありますが、ありがとうございます。ではでは、今日もリクエストタイムをしてカラオケを1曲歌いたいと思います。これ意外に良かった？これ？いいね、ありがとう。それでは、ちょちょ待って、ちょちょちょ待ってよ、忘れとった、紙とペン。それでは言うたけども、
ッケーオッケーオッケー、何でもリクエストしてください。リクエストタイム用意。ごめんごめん、きなこきなこきなこ忘れとった、ごめん。みんなきなこが見たい見たいのにごめん。ちょっと待っとって、きなこちょっと待っとってね。よいしょ。この中にいたのでそのまま連れてきました。窓際きなこじゃん。荒ぶってる。で、いて。いや猫みたいで、猫なんよ。はい、今日は箱きなこでリクエストタイムしようかね。きなこ、え、曲終わってるじゃん。よし、では何でもリクエストしてください。リクエストタイム用意スタート。わーい、かわいいね、ひなこかわいいね。オールアロンウィズユー、てれててんてんてん。いやね、歌いたいね。オールアロンウィズユー、つぼみ、猫。いや、一文字多いかよ、みんな。あー、セプテンバー、この世界で見つけたもの、蝶々結び、若者のすべて、猫、9月の雨、世界に一つだけの花、オースサイン。愛を取り戻せ、お前のことを守るため、辛くはないさ。プロローグ、コネクト、恋愛サーキュレーション、
文章ハッピーシンセサイザー糸いい歌なあははん。カントリーロード、え、ほむら久しぶりにね。君わずらい、君空奇跡いいね。よし決めましょう。ありがとうキャーマ。星の曲がいい。なるほど、星の曲がいいと。ではちょっと調べたいと思います。入った？どっちにするのさ、入るのか入らないのか。いてい。じゃあちょっと待ってね。あ、これにしようか。マイクの存在感すごっ。キーちゃんも見えた方がいいからこんな感じ。え、もうちょいこっち行く。あ、痛い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 。はい、じゃあ今日は最近エゴシトさんの曲をたくさんリクエストいただくので、私の大好きなオールアロン水湯を歌いたいと思います。リクエストありがとう。誰かを愛することなんてできるわけなくて、だけど誰かに愛されたくて、変わらない昨日がずっと続いたとしてもどこにも行けやしないんだ。私と君、神様どこへ行ってしまったのね。あ、ちょっと待ってよ。なんかめっちゃさ、曲がめっちゃめちゃめちゃエコーかかってない？なんで？ちょっともう一回行くね。なんかおかしい気がする。すっごい曲がなんかエコーかかってる気がする。じゃあもう一回行ってみたいと思います。いや違うよ、声にエコーじゃなくて曲にエコーがかかってるんだよな。はい。愛されたくて変わらない昨日
さんでオーラロミズユーでした。足の好きなやつの3本の中に入るオーラロミズユー、すごく好きです。こちらぜひ聞いてください。本家の方のありがとう。ではでは、あったけパパさんありがとう、オーラロミズユーチ素晴らしい。コージめっちゃいただいてる。ミラボありがとうございます。あ、めっちゃもろってる。ありがとう。虹色さん、花束ありがとう。おさっぴーさん、竹パパさん、店長さん、ありがとうございます。おー、みんなありがとう。虹色さんもめっちゃバラもろて、のぶさんありがとう、みやさんもいただいててありがとうございます。おさむさんもありがとう。それでは今日もめっちゃ過ぎちゃったけどありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。5、4、3、2、1。おやすみ。バイバイ。